ライブに招待していただいて、ライブに最後見に行って、でその時に連絡先交換して、ね、そこからこう仲良くなったって感じですかね。でもどういうことじゃないでて、お互いの旦那になんかやりました、ね、でお父さんすぐに連絡するのすごいですよ。後藤さんですけど、次の時はその人に仲良くしてもらいたいので、またやりますけど。